福山さ宏は、日本の政治家。大阪府柏原市長。元柏原市議会議員。大阪府柏原市出身。大阪市にある、私立おってもん学院小学校。茨城市にある、おってもん学院中学校。同校等学校卒業。大学受験予備校を経て、立命館大学法学部卒業。2001年4月、八尾市役所に就職した。 維新政治塾の第一期生終了。2013年9月の柏原市議会議員選挙に初当選した。2015年9月、同じ大阪維新の会の顧問で市長1期目の中野隆が女性問題をめぐり市議会から問責決議を受ける。翌2016年12月26日、府家は翌年に行われる柏原市長選挙に 大阪維新の会の推薦で出馬する意向を表明した。2017年2月12日の柏原市長選挙に中野は出馬せず新人4候補の争いとなった。前回も立候補した元市議で清掃会社経営の女性や日本共産党推薦の市民団体役員、そして自由民主党推薦の友田圭良を破り、府ケが初当選した。3月11日、 市長に就任。2021年、無投票で再選。老人生だった1995年に、阪神・淡路大震災が発生。同じ予備校生の中に、大学受験を翌年に先送りして、神戸でボランティア活動を行った人がいたが、私は、あの時何もできなかったという後悔を持っていて、災害に強いちづくりをやりたいと公務員になった。その後、 2011年の東日本大震災では、役職についていたため被災地に応援に行けず、公務員の仕事に限界を感じ、政治の力で災害に強い街を作りたいという思いから政治家の道へ進んだという。市長として次世代に付けを回さない安定した市政運営を掲げ、就任後の2017年9月、資材政難の解消の一助として、市長の公用者を ヤフージャパンの観光庁オークションに出品。2011年式、トヨタクラウン、ロイヤルサルーンの黒塗りオートマチック車で、走行距離は約 14,500km。予定価格108万円以上だった。ありがとうございます。